はい、じゃあね、今からカメちゃん、もらってきた材をこっちに搬入するんで、まあそれのためにちょっと畳剥がします。はい、まあここからが倍回しというか倍速ですね。まあ一応ここは、まあ、そんな映画なんですけど、まあ畳を剥がしながら、まあ何がどこにあったかななんていうのは考えつつはやってはいたんですが、ここでふと畳を上げながら思いついたことがあって、でもこれ畳の下に新聞紙が出てきてるじゃないですか。で、これ、畳の下に新聞紙を敷くって、一応なんか昔の断熱シートと同じような役割があるらしいです。まあ、実際にあれですよね、段ボールと新聞紙を体にかけても結構あったかいじゃないですか。まあ、大体そういうような感じで、まあ、断熱材としても使えなくもないっていうのはちょっとネットで見ました。で、ただ、そんなものでは、まあ、どうもこうもならないレベルに、ここは寒い場所なんで、まあ、今後次第ですけど、今、新聞紙の下に荒床だっけ、荒床っていうのがあって、それはぐって、多分この家って、大工さん、正規の大工さんが作った家じゃないんで、なんだっけな、床つかはあるんですけど、その床つかを支える使い石が実はなくて、この使い石っていうのが、ぶっかいたコンクリートの破片なんですよね、でっかい。で、それを多分、ああでもない、こうでもないっていうふうに言いながら、じゃあこれで水平出たから、これで、この配置でいいか、みたいな感じで、作ってるんですよ、この家。で、まあ、この動画じゃ、出ないんですけど、まあ、まだ床、はぐってないからわかんないんですけど、まあ、床下点検口から見た限りは、なんだろう、レベルを水平にしてないんですよね。普通、家とか建造物建てるときって、地面ごと水平にするじゃないですか。でもこれ、多分金がなかったのか時間がなかったのかちょっとわかんないですけど、やってないんですよ。で、この家の使い石のあるところが全部お椀型で窪地なんですね。周りに基礎はあるんですけど、窪地なんですよ。だから、納屋の方まで回り込むと、実は基礎がなくて、増築に増築を重ねてて、基礎がない分、その地面が出ちゃってるんですよ。なんていうか、その、基礎がない分、そこ実は土地が低いんで、雨水が下手したら流れ込んじゃうんですよ。だから、基礎のところにトタンをぶっ刺して基礎の中に水が入んないようにまあやってるっていう家だったんですね。まあとにかく今はジモティで廃材集めて回ってます。まあ、使えそうな材は使えそうなんで使いますけど、でもまあこれ今思うと順番間違えましたね。なんか廃材出たら押さえておかないとダメみたいな、そんなのありましたけど、実はそんなことはないっすね。はい、まあ今日1日でもらった材はこんな感じです。はい。まあ多分もっともらったってこないと絶対足りないんだけれども、はいまあ床あっち落として蜂の巣を駆除してみて、あとはコの字回路だね、作ってまあそこの壁ぶち抜いてみて、まあそれから考えます。まあ今日4月の4日はこんな感じでした。もっと廃材もらってこよう。はい、どうも、いろいろです。今日、
あ、こっからやっていきますね。搬入ですね。搬入やってみます。まあ、大体これにジノティでもらったもので、断熱材は結構重宝しますね。で、まあ、あと、客室で使いたいところが、20畳。プラス、10畳。まあ、30畳程度と、あとは、廊下かな。でも、廊下はいいかなって感じ。あと、プラス 5.5 畳か。ここ。まあ、この窓のところの書斎がそれくらいなんで、そんなもんでいいかなって思います。だから、まあ、だいたいスタイルフォームは30畳を目安で、まあ、集めていけばいいかなって感じです。まあ、スタイルフォームなんですけど、スタイルフォームって高いんですよね。厚さによりけりなんですけど、でもまあ、薄いやつ選べば、今、なんか、アドセンス広告で見たんですけど、880円ぐらいで、すごく安く売ってるところはあるんですよ。でも、それを使った方が多分、時間と金も、すべての効率がいいと思うんですよ。正直な話。でもそうすると、ジモティチャレンジっていうものっていう、なんだろう、企画が僕の中でなくなっちゃうから、まあ、できるところまで、まあ、ジモティでタダで揃えてみようかなっていうのはありますね。まあ、だいたい、まあ、これがスタイルフォームと、まあ、まだね、ちょっと、荷台開けて上をちょっと外さないとダメなので、はい、まあ結構ぐちゃぐちゃはしてきたけれども、はい、あんな感じですね。でこれがもらってきたドア、あと3枚だっけ、あと4枚ぐらいあるから、もらってはきます。でただこれバンの後ろに平乗りで乗らないんで、ちょっと、明日かな、一応予定では明日、マルチツールの電の子かなが来るようになってるんで、それを、到着を待って、もう一回、全部かっさらいに行こうと思います。まあ、大体これは1件なんですよね。まあ、1件で180センチなんだけど、まあ、はるかにここの、空き家の襖は一軒ないっすね。だいたいマイナス10センチぐらい。で、俺の身長171なんで、まあ、だいたいちょっと頭当たるぐらいです。俺の頭がね、この襖の上に。だから多分10センチぐらいは切って、マイナスまあ10、マイナス、あ、でも車乗らないからマイナス 15?マイナス10ぐらいかな。それぐらいにして、運ぼうかなって思うんですが、でちょっと畳を外してみて、畳が 3.5 センチ。で、一番気に入らないのは、これバリアフリーになってないことなんだよね。で、あれね、バリアフリーになってないと、掃除機かけづらい、掃除しづらいんで。だからこのレール取っちゃおうかなって思うんで、襖のね、襖のこれね、これ取ってやろうかなっていう感じ。で、それの分の寸法も測んなきゃなんで、はい、まあ、やっておきますね。